はい、皆さんこんにちは、Kです。実は今アメリカのニューヨークに来ております。私たちがずっと、取り組んでいる不妊治療について近況どうなってますかっていう声をすごくいただいてたんですけど、なかなかちょっと引っ越しとか、まあ、移住とか、ポップアップのイベントとかでバタバタしてゆっくり撮れなかったんで、少しアメリカで時間が空いたので車の中で皆さんにお伝えしようかなと思います。まあ、りょうすけの動画ではもう上がってるんですけど、2回目の移植をしました。4月の上旬ぐらいに。で、その結果は、陰性でした。2回目もちょっとダメだったんですけど、今の心境から話すと、体外受精をしてから初めての結果が大晦日に分かって、結構落ち込んで、結構なんかどうしようというか、私に妊娠できるんだろうかとか、少しちょっと追い詰めちゃったこともあって、そう、私の一番の夢がお母さんになることなので、アメリカに行って一人でロードトリップしてたくさん分かったこともあったし、なんか広い目で見てもっとおおらかに頑張ろうというか、来る時は来てくれる時は来てくれるし、なんか広い目で待とうと思い始めて2回目をしました、移植を。で、結果はちょっと陰性だったんですけど、1回目よりはあまり期待しないようにしただというか、本当目まぐるしい日々だったので、あんまりこう考える暇もなかったし、なんか調べないようにしました。いろいろこの移植してからのこの症状は何だとか、もしかしたら妊娠してるんじゃないか、この症状あった人おるかなとか、結構本当に携帯があると近くにもうすぐこう調べちゃうんですけど、もう一切この YouTube とかも調べなかったし、もうなるようになれと思って、そういう感じで結果を2人で見て、線はなかったので、もう落ち込んだし悔しいし不安な部分は正直たくさんあるけど、もう前を向くしかないと思って、妊娠することが全てでもないし今じゃないんやなと思って、日々を過ごしてきました。で、今回沖縄に移住をしたので、ちょっと今はアメリカにおるんやけど、沖縄に移住したということでクリニックを変えないといけない、転院しないといけないということで、沖縄のとある、まあ、多分有名な結構おすすめされたところに電話をして、多分すっごい人気で初診が1ヶ月半先って言われたんですよ。だから6月末まで何もできないので、それまではちょっと、まあ、お休みというか何も考えない日々を過ごそうと思って今 YouTube の撮影しにアメリカにやってきています。なんか正直大阪で通ってた病院もすごく綺麗で施設も整ってて、まあ、良かったんやけど、なんかこう流れ作業というか、私も結構疑問に思ってる部分もあって、ちょっと心機一転転院して沖縄のクリニックで、めっちゃ遠いんやけど頑張って通おうかなと思ってます。実は私が入ってた医療保険だったりとか、今高額医療費制度っていうものがあって、それを利用したら、結構なお金が返ってきたので、それももし、まあ、ご存知の方多いかと思うんですけど、私も他の YouTuber さん見るまで知らなかったこともたくさんあったので、保険適用とはいえ不妊治療かなりやっぱりお金がかさんでくるので、使えるものはやっぱり使って、なるべく費用を減らして自分へのプレッシャーもなくしたいと思う方も多いと思うので、今回はこの動画でシェアしたいと思います。まず高額医療費制度で、なんか書類をダウンロードして、で書き込んで、結構2ヶ月3ヶ月ぐらい後にパッて振り込まれました。何も詳細もなく。で、それがなんと8万円返ってきました。8万円は大きい。この高額医療費制度っていうのは返ってくる額、その人の収入に応じて変わるみたいです。なので人によるんやけど、私は8万円ぐらい返ってきました。そして私が入ってた医療保険が日帰り手術に対して保険が適用されます。病院終わってからこの診療の詳細の欄にいっぱいあると思うんやけど、この手術欄に点数があると、それは全部手術として、保険適用になります。で、その項目が人工授精で、採卵と体外受精と移植、
今のところこの4項目全部日帰り手術としてお金が返ってきました。入られてる保険会社によると思うんやけど、もし知らなかったりまた申請してない方とかは保険の担当の方に聞いてみてください。なので、医療保険だけでなんと10万円返ってきました。で、トータル18万返ってきた。これはかなりありがたいし、なんか救われた。今までかかった総額が35万円払ってたんですけど、もう全部今までのやつ合わせて、そのうちの自腹額が、16万7千円で済んだ。それでも大金やけど、かなり大きい。ちょっと場所が大きく変わったんですけど、撮影でニューヨークの方から LA に戻ってきて、今ちょっとユタ州っていうところに来てます。今キャンピングカーを借りてて、また別の動画で紹介します。今回想像以上に、高額医療費制度と医療保険でかなり助かりました。ほぼ半分ぐらい返ってきたので、次また転院してまた採卵からになって移植をしていくわけなんやけど、ちょっとこう気持ちが楽になったというか、ありがたくこの制度を利用させてもらってちょっと頑張っていこうかなと思います。1回目の体外受精の移植で陰性だったので、一応なんか血液検査で不育症の検査をしました。でその結果が1ヶ月後ぐらいに出て、で病院でいろんな項目が書かれた紙とともに説明されたんやけど、何やら受精卵が子宮の中に入って着床するときに、この子宮内膜の血液をバーっていっぱい動かして、この絨毛っていうものが受精卵を取り込んで着床に行くわけなんやけど、何やら私の血液がこう流れが遅いらしく、血液をこう早く、なんていうの、早く流れるようにする漢方をプラスで処方されました。なので合計5種類ぐらい追加の薬を入れて飲んでて、これが原因で着床せんかったんかなと思って、少しまあ今回はもしかしたらいけるかもと思ってたんやけど、今回もちょっとダメだったので、もうどれだけこう医学が進歩してて、いろんな医療技術が発展してるにもかかわらず、妊娠っていうのは本当に奇跡的なものが重なり合って重なり合ってこう成立するもんなんやなと思いました。余計に次は沖縄の方で病院通うんですけど、まあ、本当に通うのが大変なんやけど、無理せず目標に向かって進んでいきたいと思います。最近の近況はこんな感じです。なのでとりあえず6月末までまだまだちょっと時間が空いちゃうんですけど、まあ、早くしたかったんやけど、それまでは自分の好きなこととか、まあ、仕事とかたくさんやることもあるので、相変わらず忙しくなるかなと思います。もう本当にポップアップイベントとか、もう DM とかで YouTube のコメントで、もう不妊治療今されてる方、何年もしてやっと待望の子供が授かりました、本当に可愛いからケイちゃん絶対大丈夫、諦めんといてねとか、不妊治療諦めて二人の自由な人生を送るのもいいよっていう、時間に縛られず大人同士で人生を楽しみきるのも全然ありやとは思っています。だけど私の今の目標はママになることなので、もう何年かかったとしても諦めたくはない。そんな今の気持ちを動画にしてみました。ぜひ知らなかった人はお金戻ってくるので、本当に病院に通うだけでも大変やし、薬も忘れず飲むのも大変やのに、お金が返ってくることでプレッシャーをなくすのもすごい大切だと思います。というわけで次回の動画に続きます。私たちのアパレルブランドバケットリストの詳細と、私のレシピで一から作ったヤミーという冷凍高いお弁当サービス、家事サボりたい時とか、もう今日はキッチンで暑いし料理したくない時とか、本当に自信を持った味になっておりますので、ぜひそれも一度頼んでみてください。バイバーイ。